熾烈な隣国対決が波紋を広げている北中米ワールドカップ W 杯アジア2次予選が11月21日各地で行われた日本はシリアに5対0と圧勝し2連勝一方で韓国も中国を敵地で3対0と破り2連勝を飾ったのだが戦前から予想された激しいバトルによって両国メディアの論調もヒートアップしている動画 開始早々に微妙な PK 判定が激しい戦いとなった中国 VS 韓国ハイライト韓国メディアの「スポーツトデー」は16日の対戦でイエローカード4枚をもらった中国がこの日もやはり4枚のイエローをもらい12個のファウルを取られたことを指摘し韓国とはクラスが違うと報道また国家斉唱時にはブーイングが響き渡り 前半の PK 時にはキッカーの孫文民にレーザー光線が照射されるという事態に、一般市、朝鮮日報は、説明する価値もない暇なぁ、と呆れた様子で報じている。すると中国メディアも言い返す。ポータルサイト、ソウフは、どっちがより汚いですか韓国テコンドーにゼロ少林寺サッカー、と題した記事で、事実は韓国メディアの主張とは真逆だ、と指摘している。 同メディアは、主審の判定が曖昧で韓国側の悪質なファウルには警告が出なかったのに対し、中国側には何度も不利な判定が続いたとし、これが中国側に二人の負傷退場者を出す結果につながったと主張した。一方で韓国には負傷退場者がおらず、試合を通じて、韓国テコンドー2対霊昇臨時サッカーという結果になったと報じている。 26年大会からは8.5枠となるアジアだが、早くも2次予選から火花を散らす韓国と中国。6月11日の韓国での再戦も激しい戦いとなりそうだ。